やった。スブタ。あ、鳥なの。スドリ。スドリ。今日はスドリです。ご飯。はい、ワード2、ワドリー、ワドリー、ウィー。新しいフォロワーさん紹介しておきまーす。新しいフォロワーさん、ブルーマン4号さん、クマパンチさん、ポンショジさん、アキラさん、イチさん、クレナニさん、ペロさん、フォローありがとう。おい、メロンワード2、いらっしゃい。みんないらっしゃい。ワード2。あ、竹本やってるな。あった、銭湯の件あったよ、のんたん。あった、今日銭湯行こう。あー、でも3月になっちゃったんだ、もったいね。もう部屋が汚いね、隠さないとね。なんとかしよう。なんとかしよう。なんかすごい。おお、来たー、俺の大好物来たー、揚げ出し豆腐でーす。これうまいんだよ、のんたんの。ししとうと揚げ出し豆腐でーす。あと、酢豚の鶏バージョンの酢どりでーす。のんたん。のんたん超料理うまくなってるよ。やばいよ。のんたんのレベルアップ具合がやばい。揚げ出し豆腐と、いいね。今日のご飯豪華だよ。うまいよ。この揚げ出し豆腐マジうまいよ。バビるよ。いい奥さん。のんたいい奥さん。揚げ出し豆腐って怖くてなかなか作れない。なんで？揚げ出し豆腐って俺も作ったことない。難しいの？あの、水分抜くのがめんどくさいんだっけ？揚げ出し豆腐超うまいよ、これ。マジでやばい、これは。もう、俺が豆腐買ってきて、豆腐を冷蔵庫にストックしてんのも作れ、作れ。これはマジでね、うまい。ばあちゃんの揚げ出し豆腐も好きだったけど、ばあちゃんのよりうまいかもしんない。で、味付けがうまいって言ったら、ただのめんつゆだよって言われた。加藤さん、味付けどうやってやったの？なんて言ったの？めんつゆって言われた。豆腐の中の水が油が跳ねる。え、のんたん跳ねないよね。作り方がうまいのかな。水抜きしてから。水抜きか。今キッチンペーパーでちゃんと水抜いてるからだろうね。下ごしらえだよ、下ごしらえ。一人前なわけないでしょ。この量食えないでしょ。フードファイターかよ。考えたらわかるでしょ。たくみさん、この重量だよ。のんたん最近デブってるんだよね。めちゃめちゃ太ったよね、のんたん。まあ、そりゃそうだよな。俺と同じ量食ってんだもんな。のんたん出会った頃ガリッガリだったんだよ、ほんと。もう病気ぐらいのガリガリだったんだけど、今ね、太ってるから。ぽちゃった。ぽちゃったよね。腹出てるよね。のんたんふっくらしてきたよ。
おい、ただいま。今度いらっしゃい。飯雑でーす。あ、危ないよ。おい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 。ありがとう。金梅生きてるの？生きてる生きてる。だってみんなお見舞いとか行ってるじゃん。便所太郎さんもお見舞い行ったし。あ、さとみさんも行ったんか。俺、LINE 入れたんだけど、連絡つかないから、まあ、来るなってことなのかなと思って。あ、お呼びじゃないかと思って、行かなかったね。いただきまーす。いただきまーす。あれ？コメント数が4なのに、なんでコメントが。いいよ。でも別に映っていいじゃん。もしもししてるの映っちゃう。うん。じゃあ寄せて。もっとこっち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 こっいや、食っていいよ。タバコ吸ってるから。はいはい。で、IQ75 以下の人タンパク質ありがとう。ああ、考えてくれたんだ。風船ありがとう、メロン。風船ありがとう。またこれ胸肉。あ、胸肉で作ってくれたの。タンパク質多いから。ありがとう。酢鶏です。酢鶏。タンパク質多いから。でもね、ドレさんは言ってたけど、ドレさんは豚肉で体作ってんだって。豚肉もタンパク質全然あるってよ。で、豚肉は好きらしい、ドレさんは。豚肉はうまくてタンパク質多いんだよ。ビタミンとかもね、B2 とか B1 とかあるからいいんだけどね。うん。ちょっと高い。高いの？豚肉。あ、そうなんだ。高くない部位はちょっと硬いから、こういうのに合わない。いただきます。本当はなんで味噌汁飲まないの？お腹いっぱいになっちゃう。胃が大きくなっちゃう。あ、うまい。あ、うまっ。いただきます。実食。うまい。鶏でも美味しいでしょ。うまい、うまい。だとさ、胸肉の唐揚げの酢豚和えみたいなね。うん、うまい。でだと硬くなっちゃうからさ。ヒレ肉とかだったら見てるから硬かったでしょ。いや、マジ収入上げてかねえとやべえぞ。会社も辞めることにしたじゃん。マジでここの家賃も払って旅も超焦るんだけど、超不安いっぱいだよ。うまくいくかな。節約しなきゃ。ね、節約して。でもなんかうまくいきそうな気がするんだよね。運強いからさ、俺。しかも32歳で、俺ね、自分のさ、運の波ってあるじゃん。わかるの、昔から。もうダメだなっていう時はダメだって本当に当たってんだよ。
で、32はめちゃめちゃいいっていうのを自分の中で持論であったの、ずっと。人生の最大ピークぐらいのが来るっていうのが。うまいよ、ガチャヒロさんいらっしゃい。ノータン仕事してないのだってよ。してません。ノンタンに仕事なんて必要ないから。ノンタンクラスになるともうスーパーニートだから。月30万がピークって言うけどさ、それはさ、今の俺を見てるからそういうわけでしょ。俺だって3年前なんてさ、お前なんて10万も稼げねえよって言われてたよ。俺は全然いけると思ってるよ、100万は。アンナさん、え、配信時間が長くなるからね。そう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 、今夜ちょっとしかできないけど、ほうほうほう、配信時間3倍ぐらいになるわけだ。無理かな。はい、私、え、みんなはどれくらい行くと思ってる？俺のマックスの収入、配信者としては。マッチだね。マックスいくらくらい行くと思う？全然行くと思うよ。俺もホスト系の配信やるから。うん。ねえねえちゃん、いらっしゃい。うん、居酒屋かっていう。こっち、稼げるよ。うん。こっち稼げるよね。北海道は6月ぐらいがいいね。ああ、気候的に？6月か。え、でも2ヶ月もかかんないでしょ、北海道行くまで。あの、季節的に。190万は行く。5月はゴールデンウィークで入っちゃうから。北海道って一番安く行く方法って電車？八戸からあったっけ？フェリー。フェリー。ねえ、青森から北海道に行くのって一番安いのってフェリー？何で行くのが安いの？金梅さんはだって稼ぐ系の配信者じゃないじゃん。あの人は現金もらってるじゃん、裏で。何百万も。ふわっちで本腰入れたらもっと稼げるでしょ、金梅さんは。飛行機は安いの？八戸って飛行場あったっけ？青森からは。フェリーだよね、やっぱ青森からだと。電波ないけど。船がいいんだよ。俺さ、あの、鹿児島の福岡だっけ、福岡行くときにフェリー乗ったけど最高だったよ。船旅最高。まあ、寝てただけなんだけど。寝てちゃうから、ね。そうそうそう。中で飯も食えるし。楽しかったわ。青森からのは、トラックとかの、あの、フェリーだから、あんまり施設が良くない。でも安い。いくらぐらいで行けるんだろう。多分4000円とか、4000円とかか。ええー、安いね。成田から一つ8000円で行けるんだ。すごいね。だって昔ってさ、相当高かったよね。いや、ぶっちゃけ北海道往復で10万ぐらいしなかった。そんなしねえか。昔超高かったイメージあるんだけど。なんかね、込み込みで10万っていう感じだった。2泊3日で全然。はいはいはい。なるほど。俺もそんなイメージある。そういう感じか。なんかね、あの、子供のお世話だからね。子供の、あ、釈迦と？
サバとフィリップとライラ、うん、フィリップは仲良くなりそうだったよね、お前。ししとううまいね。100円だったよこれ。んししとうが安かったんだよ。豊作なのかな。クマ食べちゃうの。クマ食べるよ。あ、3000円なんだ。安いね。いいね。てかさ、あの仙台まではなんかさ、いろいろあるじゃん。福島とかさ、あの茨城とか千葉とかはいろいろあるじゃん。だけどさ、あの一番不安なのさ、青森とかさ、秋田とかさ、あの辺ってさ、どう攻略すればいいの？何もなくない？ねぶたとかいつだろうね。いつなんだろうね。夏か、でやっぱ。うん。四国はまたあれだな、阿波踊りに合わせていきたいな。こんばんは、エミちゃん。うん、こんばんは。そしてありがとう、ゆめさん。はい、つみちゃん、こんばんは。お、風船9個ありがとう、エミちゃん。ありがとう。四国行く行く。鳴子踊りに合わせる。ちょっと鳴子踊りが分かんないけど。タメ子さん、こんばんは。闇将軍に会いに行かない。そうだよ。トング200個ぐらい持ってプレゼントしよう。闇将軍どんぶりかぶってトング200個持って、はいっつって差し入れっつって、うん、1号じゃない、 1.5 号だね、米は。はい、ワズズバタフライテールさん、バーガーありがとう。高知、うん、うまいな。風船4個ありがとう、ゴルゴ。ありがとう。ちゃんとやるから分かんないでしょ。食ったら分かるよ。それは分かるよ。バカじゃないんだから。バカにしてんの。豚の鳥ぐらい分かりますよ。やわらかい豚肉だね。こっちの方がうまい、うん、フィレ肉とかだったらいいんだよね。ん、フィレ肉とかだったらいいんだよね、豚は、うんうん。この前のヒレのとんかつうまかったよ、うん、風船100個ありがとう。カエルさんありがとう。ご飯太っちゃうよ。エミちゃん、こんばんは、うん、風船ありがとう。風船ありがとう。でも配信で100稼いだらマジで伝説だよね。俺胸張って本当に言えるもん。あ、配信で100稼いでますねって。超かっこいいよね。好きなことで100稼げたらもう超かっこいいと思うよ。そう思わない？
なんか自分の限界を突破してるじゃん。みやさんこんばんは。こんばんは。もんたうまいよ。春巻き事件から急激に普通にうまくなった感じ。いや春巻き事件から普通にご飯うまくなったんだよ。本当に。春巻きも美味しいよ。違うんだよ。だって春雨が入ってるから。音声聞いてんの？うまい。なんか会社も会社のオーナーさんがそう世界中旅してる人で、で退職するのに残るか在籍残すか辞めるかって言ったけど、その人のアドバイスでなんか俺はどっちでも任せるっていうかさ、戻ってきたら働きたいっていうこと言ったんだけど、いや日本中旅したいのとかどうしてとかいろいろ聞いてもらって、こうでこうでって言ったら、いやそれさっつって、それができるような環境にあるんだったら自分の可能性を狭めるのやめた方がいいよって言われて、それって足枷は全部取っ払わないと自由になれないじゃんみたいな、でそれをやるんだったら会社は抜けた方がいいんじゃねみたいな、自分のためにもって言ってもらえて、でそのもし戻ってきて旅からで会社復帰するっていうのはウェルカムだからみたいな、ただもう旅から帰ってきて一皮向けたらわからないわけじゃんって、だから本当に配信で食ってきたいならその自分に足かすつけたらダメだよって言われた、うん、おい青じいらっしゃい、うまいよ、のんたんの飯はいつもうまいよ、うん、うん、感謝感謝、家帰ってくるの楽しみだもん、食べて、でその人もなんかもう再来週ぐらいから世界旅行に行くんだけど、ありがとう、どこ？いいよ食べて、ワドを押す？ゴーツーさんいらっしゃい。何ワード？押すか。押すって意味か。いいね。サンマと餃子いいじゃん。あー、サンマ食べたいね、旅行じゃないんだよ。俺は旅行は好きじゃないよ。あくまで旅なんだよ、俺の。ここが難しいんだよ。旅と旅行は違うんだよ根本的に。ここはね伝わんねえかな。ゆきちゃんこんばんは。配信者みんな一人で食べてるの見るの寂しい？はい、一人で食べてるのを見るの寂しい？どういうこと？みんな一人で食べてるの？あ、よっさんとか一人物ってこと？俺でも全然一人でも食べるよ。俺は旅行っていうのは商品だと思ってんの。例えば豚肉とかスーパーに並んでるものって感じなの。加工品、旅行。要は誰かが作った商品なの、旅行っていうのは。旅っていうのは野生なんだよ。だからあえて企画っぽくしてなくて、俺は旅人になりたかったの。今日二人っすね。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかった。ありがとう。旅行と旅の違いっていうのは、だから旅行っていうのは商品、要はシナリオがある程度書かれてるんだよ。誰かが書いたシナリオなの、俺にとっては。で、俺はね、
買うっていうことはダサいことだと思ってて、要は金を出したら何でも手に入るけど、金を出さないと遊べないっていうのは嫌なのよ。俺は子供みたいに本気になって追いかけっこだけでも楽しめる大人になりたいの。本気で出すとしたら楽しいじゃん、ワードみたいな。わかるかな？その子供の頃って何やっても楽しかったのって本気だったからなんだよ。じゃんけんも本気でやっても楽しいし、走るだけでも本気でやったら楽しいんだよ。命を使うって本気になることなのね。お茶。おい、一回洗って。はい。で、俺はそう、人生っていうのは本気で生きれば生きるほど楽しいと思ってんの、マジで。だからなんつうんだろう、旅っていうのは不便なこと、うん、だからアクシデントとそう向き合うことだと思ってて、うん、自分で見つけた遊びがすごく楽しい。いや、全然ちょっと違うな。要は筋書きのないドラマとか言うけど、本当になんだろう、企画でもなんでもなくて、俺のライフスタイルなんだよ。俺のライフスタイル。ああ、嬉しいですね。楽しみにしてもらえて。うん。そういう感覚かな。俺にとってはだよ、あくまで。ちょっと待ってて。俺ね、マジの話すると、これからどういう時代が来るかっていうと、資本主義的なもう格差っていうのはどん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 広がってくんだよ。稼げるやつと稼げないやつがどんどん広がってくの。で、ね、こっから面白い時代が来て、稼げないやつが新しい価値観を見出したやつだけ幸せになれるの。貧乏でも幸せになれるの。で、金持ちも幸せになれるじゃん、資本主義で。で、最悪なのは、貧乏で価値観見出せないやつっていうのはもう奴隷化するんだよ、これから。だから、俺はその金かけないでも楽しいんだけど、さらに稼げるみたいな。そう、両方にアプローチしたいの。金持ちにも和道の生き方いいなって言わせたいし、貧乏人にも、和道の生き方でこれ楽しいじゃんみたいな。金いらねえじゃんみたいな。あ、全く決めない。だからもう感じるままいる。あ、この場所好きだわ、みたいな。このまま定住しちゃおうかな、ぐらいの勢いでいいんだよ。ここ嫌いだわ、そこもう行こう行こう、みたいな。なんかもう、本当に、感じることが一番大事なことだと思ってて。とにかくその、空気とか人とか、土地の空気ってあるじゃん。流れとか。そういうのをね、ガンガンに感じながら生きていきたいんだよね。うん、とにかくもう、俺のテーマは考えないで、徹底的に考えるんだよ。もう徹底的にリズムで考えて考えて考えて。で、考えても答え出ないじゃん。でも考えることは大事だと思ってんの。考えて考えて考えて悩んで答え出なくて行動を起こして、行動から結果を出すっていう。うん。だから感じること。だから、その、感情、理性を完璧に使いこなした上で答えが出なかった時っていうのはもう喜怒哀楽。感覚とか感情に、そこでフィーリングだと思ってんの。そう。考えるなって最初から考えないやつはバカだと思ってるから。ゴルゴありがとう、バカ。ふわっちのアチュが日本一周を11ヶ月やってた。ほん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 。うん。なんつうんだろうな。俺は、その、人と触れ合っていきたいし、その、まあ、リスナーさんもそうだし、リスナーさんに限らず、いろんな人といろんな会話をしたいのよ。うん。なんか価値観を増やしたいっていうか、あ、こういう価値観ありじゃん、みたいな。やっぱさ、その、
俺はさ、ほとんど成田と東京しか知らないわけじゃん、新宿しか。で、これって日本の価値観でさ、世界から見たら変なこといっぱいあると思うんだよ。うん、なんだなんだ、人生って違うじゃんみたいな、俺が思ってたのと全然違うじゃんみたいな、幅を増やしたいんだよね、すごい。バチーンと風船プレゼントありがとう。なんかもうパワフルに行きたいし、楽しみたいんだよね、この世界に生まれたのって。なんか悲しみとか絶望とかもたくさんあるけれども、なんか心を使うのがどん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 下手になってる気がすんの、現代人って。これは俺の感覚かもしんないけど、俺自身がそうなだけなのかもしんないけど、もっと心使っていいっていうか、大人が泣いたり笑ったりするのってかっこいいと思うんだよね。クトテンいらっしゃい、久しぶり、こんちゃ。だからもっともっとパワフルに、なんかこう泣いたり笑ったりできる人になりたいんだよね。うん、そう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 、この地球が俺のフィールドなんだって。そう、生きてる間に何を表現するんだって、生きてるだけで表現なんだっていうことを、そのどん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 アウトプットしていきたいっていうか、わかるかな、伝わるかどうかわかんないけど、やっぱり自宅にいてネットつながっていても、外に出て人と触れなきゃまだまだわからん。俺ね、実はニート肯定派なんですよ、僕。俺はね、ニート気質もあるのね。だから部屋にこもることを否定は絶対しない。だからなんつうの、ニートやってるでも全然いいと思うんだけど、ただせっかくインターネットで世界に表現ができるんだから、外に出なくていいけど表現はした方がいいよって。何でもいいから、誰かが作ったサービスとかじゃなくて、自分がサービスになるとか、自分の作った作品みたいなものを世に出して、で否定もされるかもしれないけど、自分が好きなことをどん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 やるべきだよとは思うね。別に部屋に引きこもるのは全然いいと思うよ。俺アニメーションが好きだから、アニメーターなんてあれ引きこもりじゃん。部屋の中にこもってずっと絵描いてる人でしょ。画家とかもそうじゃん。俺それ全然否定しないね。ただなんか消費するだけっていうのはダサいね。生産と消費がセットにしてないと。金梅も入院で泣いてた。うん、パワフルな人はかっこいいよね。本気でぶつかりたいならまず PC 捨てようよ。全然意味わかんないね。全然意味わかんないね。うん、PC って俺の商売道具なんだ。絶対捨てないよね。ちょっと何言ってるか全然わかんないわ。旅まず行きたいところはあるの？一応だからその千葉、茨城、福島、仙台、仙台の次はどこだ？仙台、宮城か。宮城、宮城、青森なの？次岩手、青森。なんかイギリスもないし、フランスもないんだよ、俺にとっては。ドイツもないんだよ。だからあるかどうか確かめに行くだけだから。うん。本当に宇宙あるの？みたいな。本当に外国あるの？みたいな。アフリカで人死んでるって嘘でしょって疑ってるから、俺。勘ぐってるから。引きこもりが悪いって言ってるんじゃなくてさ、自宅にいていろんなことができるようになった時代でも。うん、うん。いや、いい悪いかとか思ってないよ。別にアズがいい悪いとか言ってるとは思ってなくて。うん。いや、別に部屋の中にこもっててもいいんだよ、俺の中では。たまたまその土地行ってみたら一人会うって素敵なことだよねって思ってるって話？どうだろうね。その分リスクも上がるからな。同じような生活してますね。腹出てきますよね、自然と。同じような生活？何が？バガープレゼントありがとう、黒忍者さん。人生一度しかないからいろいろ経験したよね、無理というやつ。俺は経験って、これね、ハッピーさんすごいいいこと言ってくれてて、本を読んで知ってることとか、ネットで検索して知ったふりをしてるの。例えば、リンゴの味って検索したらいろんな表現が出てくるじゃん。だけど、それって誰かの感想なんだよ。誰かの感想でしょ。そうじゃなくて、食ってみないとわかんないんだよ。
まずいかもしんないし、うまいかもしんないし。まずいかうまいかは本人、リンゴと俺との戦いだから。まずいかうまいかは。で、このリンゴはまずいけど、このリンゴうまいとか、いろいろあるわけじゃん。わかる？だから俺は体験が大事だと思ってんの。知識も大事よ。理屈も大事よ。だけど、食いたいの、俺は。うん。リアドツに来てくれるといいですね。それはね、別にね、うん、会いたい人は全然会いに来てもらいたいし、逆に刺激をもらいたいよね。だから俺は、経験っていうか、その本の知識なんかどうでもよくて、本当に体験？そう。例えば俺よく言うのが、その体験って何なのわどよくわかんねえわって言われた時に、AV 女優でオナニーした数を経験人数に入れないだろって言ってんの。お前女と何人とやったの？うーんって、5000人かなって言わないでしょ。それオナニーだよって。経験じゃない、セックスしてねえ、童貞だよ君って言われるでしょ。そういうことよ。そう。だから俺は童貞は嫌なの。若い時は普通に働いてたのでしょ。若い時は普通に働いてた。誰が？バカありがとう。自分で経験する前に辞めちゃったりとかもある。失敗が怖くて。まあ失敗っていうか、うん、リスクはあると思うけど、部屋にいてもリスクあるからな。そのことなんだよ。体験しないと本当、そう。俺は体験主義者なんだよ。だけど考えることとか知識とかも大事だと思ってるんだけど、体験は裏切らないんだよ。100% 裏切らないんだよ。うん。だから、おい、Q 太郎いらっしゃい。俺はだからその体験っていうのは全てだと思ってるから。真実。100% トゥルー。うん。だから俺はそれを確かめに行きたいだけだよね。うん。なんか理屈こねくり回しても、そこにはキラキラしたものってあんまないと思ってるから。知らないから理屈こね回すんでしょ。知ればいいじゃんって。体使ってた方が楽じゃんって。うん。だから本読むこともネットで調べることも大事だと思うけど、それはオナニーだよね。うん。自分の人生をオナニーで終わらすのはもったいないと思うよね。だからあと、まあ、俺のポリシーは、無理だって言われるとやる気が出るから、うん、不可能なんてものはないんだっていうのを証明し続けたいのね。うん、不可能だと思ってる人が不可能なだけであって、可能なんだよっていうことを証明し続けたいの。うん、だから、無理って言われるほどやりたくなるっていう。で、やり続けるっていうか。うん、その人にとって無理なのを証明し続ける。うん、のんちゃん一緒に行かないよ。うん、一緒に行くかどうかは俺の人生とのんちゃんの人生だから、のんちゃんが決めることなのよ。俺はでものんちゃんが一緒に行くって言ったら嬉しいと思うし、拒まないよね。うん、そう。俺は人の人生にはコミットしないから。たとえそれが彼女であっても、嫁さんであっても、家族であっても、人の人生には関与しないって決めてるの。俺が関心あるのは俺の人生だけ。めくらさんいらっしゃい。めくらって固定版変えた方がいいぞ。めくらってあんまいい固定版じゃねえな。誰だったらやったらできるのに、やらないで終わってるんだよね。何でもできるよ。やる気が。金の問題？金の問題、俺金が障害になったことねえかんな。金ってさ、必要な人のところに行くんだよ。で、俺は今金が必要なのね。うん。だから俺のところに金は勝手に来ると思ってる。うん。俺が本気なら。これ本当なんだよね。よく人物金にコミットするとか言うじゃない。和道さんいずれにもコミットしないのかな。俺はだから人も物も金も勝手に来ると思ってるから。必要なタイミング、必要な時に。それを人は神って呼ぶんだよ。うん。で、神は俺に味方してるわけだから、俺が本気で欲しいとか、本物だったら勝手に来るはずなんだよ。必要なタイミングで、お、俺は和道のこと応援するよとか、俺和道とちょっと話してとか、和道と一緒に仕事してとか。うん。で、その人が仲間だと思ってるから、それが俺にとって匠さんでしょ？
いや俺は和道を大手にしたいんだよって言ってくれてるからね、毎回言うかんね、うん、なんでこんなあの手伝ってくれんのって、なんでスタッフ業やってくれんのって、いや和道の夢は俺の夢だから、うん、逆に何にコミットしてるんだろうって今思った。だから人とか物とか金なんかにコミットしたって意味ないじゃん、当たり前に来るんだから、寄ってくるんだもん本物だったら。だから偽物だからそういうこと考えるのよ。だから金がないと 何か、金があったら何かできるって言ってるやつほど金があっても何もできないのよ。で、あの金をつかむやつってどういうやつかっていうと、金がなくても遊べるやつなんだよ。金がなくても何か生み出せるやつほど金が集まると思ってんのね。それができないんだよ多分。だから俺は金とかあんまり、物とか金とかっていうのは道具でしかないから、人は違うんだけどね、ちょっと信頼とかやっぱ絆みたいなものが必要だから、信頼とか、うん、だから俺は金と物に関してはあんまりどうにでも、まあホームレスの経験もあるしね、金といった時点で守りに入るからね。だから金でできない理由を作ってるだけにしか見えない。そうそうそうだね、自分にコミットしてるね、俺はできるっていう、そう、うん、俺はできるって言い聞かせてるね、できないことも。そうそう、やる気が出たらお金なんてものは勝手に入ってくるんだよ本当に。うん、本当にそうだと思うよ。だからなんだろうな、お金にあんまりコミットしてもあんまり意味ないと思ってるね。うん、なんか頭がいいやつもキリなく世の中にいるじゃん。で俺より頭いいやつなんか5万といるし、俺よりも腕力強いやつも5万といるし、スピード速いやつもいるし、センスがあるやつも5万といるんだよ。じゃあどこで勝負するかって言ったらさ、そんな力勝負とかやってたらもう勝てないんだよやっぱ。うん、じゃあどこで勝負するかって俺が決めてるのは、なんだろう、俺ってさほらダメなところいっぱいある、ダメ人間だっていう自覚があるの自分で。で俺クズだと思ってんの、人類の最底辺にいる才能のないやつだと思ってんので、俺は才能のないやつの希望になりたいの。うん、和道ができるんだったら俺もできるじゃんって、気持ちが一個あるだけでこんなに人生って変わるんだっていうことを証明したいのよ本当に。その辺のくすぶってる若いね中学生とかが和道の配信見て、えって、和道ってこんなにダメなやつなのにこんだけ結果出してるじゃんって。俺だからそういう風になりたいのよ本当に。なんか同じような境遇のやつ、例えば母子家庭のやつとか、生活保護を経験したことある人とか、ホームレス経験してる人とか、あとなんだろうな、精神障害を抱えてるとか、そうそう、引き寄せの法則、ロンダーバーンね。なんだろう、そういう、ダメだとか弱者だって言われてる人たちでも、いや、全然関係ないよって気持ち一つだよっていう。どうだろうね、俺、ホームレスの経験、は役に立ってるよだいぶ。っていうのもその金に縛られなくなったね。気持ちはわかるけど和道クズじゃないよ。どうだろうな、わかんないけど、俺はねあんまり自分の才能みたいなものは皆無だと思ってて、ただ気持ちだけは負けちゃダメだと思ってる。うん、自分を否定した瞬間に誰も味方がいなくなるっていうのをよくわかってるから、自分だけは自分のことを守ってあげないといけないんだよ。未来の自分にコミット、いやコミットってわけじゃないけど、決断って言葉が好きだね。決めること立つことって書くんだよ。でほらスティーブ・ジョブズは禅の教えを信仰してたから、彼はねその決断をどういう風に言ったかっていうと、一つのことにイエスっていうことは千のことにノーっていうこととイコールなんだって言ったの。だから何か一個やりたいって決めたら、普通千のこと、どんな千の誘いを断るはずなんだと。だけど多くの人はこれやるって決めて、他の千のこと、ああそれもやるそれもやるそれもやるって言うから一個のこともできないんだって言ってて、だから決めるっていうことは立つっていうこととセットになってるんだけど、決めることはできんだよみんな、俺こうなるって気持ちで決めるんだけど、立つことができないんだよね。だから俺は旅するって言って今日仕事を辞めるっていう決断をしたわけ。その前には大きな決断、段の方なんだけど、生活保護を辞めるとか。すごい勇気がいるよ。やっぱり怖いよ。今日家賃払えてすごい嬉しかったけど。うん。今日不動産屋に電話して一日遅れちゃったんだけど、忘れてて。そう。
家賃自分で6万払ったんだって。ここ俺の家だよ。俺が稼いだ金で払った家なんだよ。すげえいいよこの家。地頭はいいとは思わないな自分では。中卒だしさ、学歴とかだから俺サインコサインタンジェント未だにできないからね。和道さんの好きな映画って何ですか？深い映画とかバタフライエフェクトとか告発とか好きですね。あ、ジブリとかも好きだよ。アニメが好きだね。ピンポン、ピンポンよかったね。ピンポンよかった。金持ちお父さん貧乏お父さんよりいい本ありますか？金持ちお父さん貧乏お父さんってさ、ロバート清崎って人が書いた本で、ESBI クワドラントっていう理論を作った結構有名な本なんだけど、ロバート清崎ってあれ不動産投資一回もしてないの知ってた？ビタミンさん。あの人不動産投資一回もやったことないんだよ。あれ嘘本なんだよ。だからあの人って不動産投資で成功して本でベストセラーになった人じゃなくて、もともと本を書くっていう作家なんだよ。なんかね、結構日本人ってそういうのに騙されちゃうんだよ。だから俺はそういうのが嫌なの。そういう嘘、まあ俺はロバート清崎本物だと思ってんだけど、俺は彼のこと作家だと思ってるんだよ。だけど彼は不動産投資がいいって書いちゃってるじゃん。それ嘘じゃん。お前経験してねえだろっていう。のんたん料理上手だよ。おい、みちさんいらっしゃい。ヘビースモーカーでもキックボクシングで勝てるんだみたいな。いや、まあ、じゃあ、俺はキックボクシングを習いに行ってるんじゃなくて、あくまで配信者としてステージに立とうと思ってんの。ステージっていうかリングか。だから、なんかタバコをやめなきゃいけないっていう考え方があんまりないね。別に酒飲んでもいいんだよ。肝硬変で試合出るやつがいるんだからふざけんじゃねえよって。俺だって肺がんでも出るぜって。だから、なんだろう。ボクシングが強くなりたいんじゃなくて、俺は配信者としてテルチャンピンって男に勝ちたいからやるんだよ。はい、ワード2!アニーさん、バカ10個ありがとう。なんかね、そこを誤解されるんだよね。俺がトレーニングしてるのはボクシング上手くなりたいからじゃないんだよ。強くなりたいからやってんの。別にボクシングじゃなくていいわけじゃん。空手でもいいわけじゃん。でも、たまたまドレさんっていう人と絡みたいと思ったから。で、ドレさんのスタイルがキックだったんだよ。それだけなんだよ。だから、ドレさんにタバコやめろっつっても、やめないよ、俺。なんでですかって。俺はやめない。ドレさんはそういうこと言わないしね。俺はプロの格闘家になりたいわけじゃないから。テルチャンピオンを倒せばいいんだよ。リングの上で。っていうかね、あんまりルールに縛られるのが嫌なんだよね。ルールなく生きたくてこの世界に入ったわけだから、ルールは自分で作るもんだと思ってんの。本気で。はい、ワード2!アルさんいらっしゃい。ルールって、守るもんじゃなくて作るもんなんだよ。そう。自分のルールだったら最高じゃん。おい、にゃみりー、風船50個ありがとう。俺はだからルールメーカーになりたいね。俺がルールだって。そんなに人に迷惑かけたらダメだけどね。それは最低限ね。自分のことを守れるとか、自分の生活を維持できたり、他人に迷惑かけないぐらい一本立ちしてるんだったら何やってもいいと思ってるよ。人に迷惑をかけない限りは。それが責任と自由だよね。だからフリーダムじゃないんだよ、俺が言ってる自由って。リバティなんだよ。それがね、多分日本人にはあんまり伝わりづらいんだよ。日本人でフリーダムの考え方？そう。俺はリバティだから。だから今なんて最高の時代なんだよ。こんなに貧乏、みんな貧乏で不幸な時代かもしれないけど、インターネット回線、みんな携帯持ってるでしょ？日本人だったら。中学生とか稼げちゃうんだよ。そうそう、自由と無責任は違くて、そう、俺は責任も大事だと思ってるから。和道さんってそういう言葉とかやっぱ俺は本も読んだけど、俺が言ってる、例えばさっきのスティーブ・ジョブズだったら、ジョブズに会いたいと思ってたの、俺本気で。ジョブズが生きてる間に絶対会う人のリストに入ってたんだよ。
俺はだけど自分に勇気とか実力がなかったからジョブズに会う機会っていうのをこの生涯で失ってしまったの。俺はジョブズと会って対談したいと思ってたの、本気で。だけど俺の努力とか力不足でそれが叶わなかったんだよ。だから彼の本とか徹底的に読んだり講演とか聞いたりとか。俺未だにその iPhone のプレゼンテーションとか未だに感動するけどな。で、あとはやっぱりそのまあ尊敬してる人の言葉とか心に留めておいたりとかしてるね。あとはまあ聞いた話、やっぱりその本人の体験っていうのを吸収してるかな。あとは自分の体験。そう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 、家庭のルールとかそうでしょ。まあ今の家庭あんまそういう家訓みたいなのないかもしれないけどね。うん、だからまあその響くっていうか本物、本質みたいなのってある。だけどさっきも言ったけど俺は決断って言ったじゃん。俺は自分の言葉で決断っていう言葉を使ったけど、スティーブ・ジョブズは一つのイエスに対して千のノーっていう言葉を使ったわけ。でも俺は言ってること一緒だと思ってんの。そのあ、ジョブズはこういう言い回しをしたけど言ってることは一緒だよなっていう。そう、俺が決断って言葉、俺はだ、あとね、今大事にしてる言葉があって、まさにこれは俺の言葉だと思って、これなんですよ。俺のテーマっていうのはやっぱりね、俺の本質って狂ってることと志なんですよ。だこの狂った志っていうのはね、ちょっとね、これいいなと思ったよ。やっぱ狂気と志が俺なんだよ。そのやっぱね、普通じゃないんだよ。志もあるんだけど、まっすぐなところもあるんだけど、どっか狂ってるんだよ。狂ってていいと思ってるの、俺は。狂ってていいんだよ。クレイジーでいいんだよ。だからこの狂った志っていうのはバチッと来てるね、今。それくらい狂ってていいよ、ワードっていう。うん、狂ってるぐらいがちょうどいい。だってさ、その誰かが決めたルールで生きなきゃいけないなんて言ってたらさ、人類ここまで来なかったよ。ずっと猿のままだったよ。だけどさ、飛びたいと思ったやつがいたんだよ。で、人類は飛べたんだよ。狂った志じゃん。うん、街中がガス灯で照らされてる時に電気ってものを世界のインフラにするんだって狂ってるじゃん。うん、だからなんか狂ってるのは俺スタンダードだと思ってるから、うん、狂った本物の志があったらそれはスタンダードに100年後絶対変わると思ってるの。だから俺仕事っていう概念はなくなると思ってるのね。俺はこの世の中から奴隷をなくすのが俺の役割だと思ってて、うん、これはマジで考えてる、うん、働くっていう概念をぶっ壊す、うん、働かなくていいんだよって、楽しいことで稼いでいいんだよって、それで社会回るんだよっていう、うん、俺は本気でそう思ってるね。俺多分100年後これマジで YouTube のすごいところは100年後これビデオ伝わると思うけど、今言ってるやつ誰もいないと思うけど、100年後労働なんかなくなるからね。教科書に載るよ。え？って奴隷業やってたの？って絶対なるよ。機械が全部働くんだから。働くんじゃなくて人間っていうのはもっともっと進化するんだよ。もっと楽しんだりとかに貪欲になっていいんだよ。奴隷っていうのはもともと飢餓を克服するためのシステムだから。和道経済とか関係ないと思ってて、別に、なんだろう、その、この国を変えなきゃとかないのよ。昔はあったんだけど、あったんだけど、そうじゃなくて、俺が楽しかったらいいじゃんって。俺が悟ったらいいじゃんって。で、誰にも迷惑かけないで最高の人生作れたら、絶対本質、だからブッダなんだよ。仏教ってすごくて、広めてないんだよ、ブッダは。困ってるやつ助けてたら3000年間伝わっちゃったんだよ。やばくない？だってさ、みんなさ、自分の生き様がさ、100年後伝わると思う？ひいじいちゃんの話とか聞く？聞かないでしょ？だから、普通に生きたら普通に死んじゃうんだよ。でもブッダって、ね、普遍的なことをずーっと人助けばっかりやってたから3000年伝わったわけじゃん。もうブッダの生き様とかキリストの生き様ってやばいと思うよ。うん、マジで。
だから普通の本質からずれてなかったら別に、なんか俺別に変わったこと言ってるつもりないんだよね自分で。普通の当たり前のこと言ってるだけだと思うんだけど。でもなんか俺にとっての常識みたいなもの、 俺にとっての普通なことっていうのは世間ではなんか非常識なことらしいね、うん、反感を買っちゃうみたいだけど、まあそれはそれで別に誰の迷惑にもなってないと思うからいいんじゃないかなと思うけど、まあなんか居心地が悪くなる人はいるみたいだね。アニーさん風船50個ありがとう。だってさ、人間で幸せになるために生まれてきたんだよ。それ以外ないじゃん。俺本気でそれ思ってるんだよ。うん。まあまあまあ、時間はかかるっていうか、別に人の、なんだろう、賛同を得たくて言ってるわけじゃなくて、なんか論破してやろうとかじゃなくて、本当になんかその自分が笑ってたらいいやと思ってるから、泣いて笑って叫びたいだけなんだよね。おい、風船100個ありがとう、バタフライテール。悟りか、分かってても難しいかな、煩悩で生きてるから。煩悩って生きてる限り捨てらんないんだよ。だから仏教で、日本の、それ名残で残ってるけど、日本の仏教で、そう、死んだらニルバーナ、死んだら仏さんになるって考え方、日本に根付いてるけど、あれはブッダの言ったことっていうのは、生きてる限り原始的な本能は捨てられませんよっていうところから来てんのよ。だから本当の悟りっていうのは死んだ時に訪れるっていうのは、そういう理屈なんだよ。で、俺は煩悩でいいと思ってんの。煩悩でいいんだよ。煩悩で強くなるけれども、その煩悩をどこに向けるかだと思ってんの。その煩悩を志まで消化できるのかっていう。山川草木一切成仏。日本は皆と違った考えを持ってる人は叩かれるよね。会社とか友人関係とか。だから俺は会社社会とか向いてねえよな。友達も少ねえし。正直友達とかも少ないと思うよ。うん。煩悩がなくなったら死んでる。うん。だから俺は煩悩はあり、人間として持って、生物の業だから、これは。カルマだから。これは捨てらんないから。ただ、その、なんていうのかな。この人生を感じないといけないと思ってて、俺だからいつも言うんだけど、スーパーの豚肉コーナーで号泣できないんだよ。そこに違和感を感じるの。多分イエスキリストとかブッダって、多分スーパーの海産物とかのコーナーとか豚肉コーナーってあれ死骸に見えるはずなんだよ。多分号泣するんだよ、ブッダとか。なんてことだーっつってキリストとかも豚肉をこうやってかき集めて抱きしめると思うんだよ。俺、それがイメージできんの本当に。キリストって多分そういうやつだったんだよ。なんて悲しいことだーっつって豚肉全部抱きしめてパックをこうやって、ぐわーって泣いて、信者ともブワーって泣いて、で食うんだよ。カルトだよ。肌から見たら。だけど、それって俺本質だと思ってるんだよ。そこに生命があるっていうことを分かってるわけよ、彼らは。俺は見えないんだよ、そこが。要は、盲点だよね。要は、その、いや、食って当たり前だよ、物だよっていう。植物だよ、みたいな。俺だから、本当狩りとかして、バーンとか、斧とかでブキブキっつって、ごめんっつって、ブキブキっつって、うっ、ブクとか言ってやられて、うわー、痛えとか言って、この豚野郎とか言って、イノシシやって戦って、傷を負って、お互い。でも最後、捌くとき号泣するんだよ。その時食う豚肉はうまいぞ。その時食う豚肉が俺にとっての悟りなんだよ。その豚肉の経験を経ることによって俺は多分、その、スーパーの精肉コーナーで号泣できる男になると思う。それが感じることなんだよ。理屈で分かってるじゃないんだよ。薄い肉は食べるけど、分厚い肉は食べれない。なんでだろうって本当思う。なんかそういう感じ。なんかその、理屈で分かってるじゃん。命は大事とか。動物にも命があるとか言ってるじゃん。なんで豚肉コーナーで泣かねえんだっていう。それはほんと子供の頃から思ってたの。わ、食ってるよ、つって。平気で食って泣いたこともないやつが命は大事だよとか言うんだよ。嘘つけって思わない？俺子供の頃から思ってたよ。あ、こいつ嘘ついてるって。でも、その考え方は尊いから、地で行こうぜっていう。俺は殺すぜ、豚を。だ、誰かがやってんだもん。
誰かがやってんだよ。わ、釈迦は自我がないですね。そうだね。だからその全てが統括に見えた状態がニルバーナだから、まあ俺はそこまでたどり着こうとは思ってないけど、このコップとノンタンの命どっちが大事なんだっつったら絶対にノンタンの命だから。でも釈迦はこのコップとノンタンの命が統括だからね、ありえないよね。だから釈迦っていうのはこのコップを見て、俺らにとっては100円均一のコップにしか見えない、プラスチックのコップにしか見えない、でっかいコップにしか見えないんだけど、釈迦っていうのはこれを携わった人類の進化であったりとか、これを作った製造者とか、それを運んでる大和運輸とか全部見えるわけよ。わかる？だからここにも命を感じることができるわけ。そしてこれも滅びゆく地球上の諸行無常ってやつだよ。これもいつか滅びゆいて永遠現象でしかないとか全部もう悟ってるわけよ。やべえじゃん。さすがにそこまでなろうとは思ってないけど、なんつうのかな、煩悩を正しくコントロールしたいし、その煩悩のパワーみたいなもの、煩悩は俺パワーだと思ってるから、ただそれを無駄に撒き散らしたくないよね。一個のことに使いたいっていうか、生きるイコール何かの犠牲の上に成り立つということですね。生きるということに感謝すべきですかね。うん、だから、それを理屈で言うんじゃなくて、俺がね、例えばだよ。じゃあ、やろうか。これ、俺のイメージを伝えるね。イメージを伝えるんだけど、俺が、みんな、生きるっていうのは何かの犠牲の上に成り立つってことなんだよ。生きてることに感謝すべきだと思わない？嘘だって思ったでしょ？今俺のセリフ聞いて109人はワドを絶対嘘つきだって。これは人間の本質なの。要は知らないことを上辺を語ってる時に嘘だって思ったでしょ。こいつ嘘つきだって絶対思ったはずなの、ここにいる100人は。あ、こいつ上辺で語ってる、嘘つきだって。俺子供の頃から分かってたから。あ、こいつ嘘ついてるって。要は理屈でこねてるって。そうじゃないの。本当に生きるってことだったら俺このコメント見た瞬間ブワーって泣くから。すげーって泣くから。わかんないでしょ。俺はそうなりたいの。要は浅井由紀子だよ。浅井さんってそういう存在じゃん。だからかっこいいって言ってんの。言葉が足りないかもしんないけど、感情が勝ってるんだよ、浅井さんは。なんか言葉がちぐはぐになるの。だから彼女は悟りに最も近いと思うよ、浅井由紀子は。かっこいい大人だよ。今まで出会った中で一番そのニルバーナの状態に近い人だと思うよ。浅井さん理屈こねてるところ見たことないかな。だから理屈じゃ救われないってことだよ。頭良くなっても幸せになれないってことね。頭良くなったら便利になるだけなの。で、こんなに便利になったの。世の中がこんなに便利になったのにまだ不幸だっつってんだから。狂ってるよ。思わない？こういうさ、原始人とかが言うならわかるよ。もう生きるのつれえっつって。もう嫌だっていうのわかるじゃん。もうイノシシには狩られるし、狼襲ってくるし、どんぐりばっかり食ってるし、もう生きてくのつらいわって言ったら、わかるって言うと思うの。現代人だったら。でも、こんなに便利になって、こんなに豊かになったのに、まだ鬱のやつがいるんだよ。すごくね？俺もう狂ってるな、人類って思うもん。浅井さんってワードの配信とは別に自分で配信とかしてるの？ツイッターとか。やってるよ。ふわっちやってるみたいよ。ふわっちとツイッターやってるけど、よくわかってないみたいだね。YouTube もやってるよ。人間の最大の障害は自我だと思う。まあ自我はね、なんだっけ、最近のそのなんか科学史の発表で面白いのがあって、仏教にすごい近いなと思ったんだけど、なんだっけな、50年ぐらい前の研究の成果なんだけど、50年前のアンケート2000人か3000人か西洋人に自分っていうものを書いてもらって、でその5000人のうち200人ぐらいにアンケート50年後協力してもらったんだって。で、その時の自分と今の自分って同じ人物ですかって聞いたら、全員ほぼ
全員が私とその10代の頃の自分は別人だって答えた。だからこれ仏教じゃん、諸行無常じゃん。だから70歳になって全員がそう答えるわけだ、ほぼ全員が。 あれは別人だって。だから過去のトラウマとかに縛られる必要は全くないよっていう研究成果なんだけど、それで ブッダがずっと言ってたことじゃん。西洋哲学的なアプローチで面白かったなと思ったけど、なんかね、最近西洋哲学と東洋哲学が要は統合し始めてるんだよね。アプローチが違ってただけで、方法論が違ってただけで、なんかこうくっつき始めてるなと思うよ、うん。もちろん西洋の方が進んでたものっていっぱいあるし、東洋の方が進んでたものもいっぱいあるんだけど、うん、これはそういうの面白いなと思う。世界がその世界の思想が一つになりつつあるんだよ。だからまさに今目倉さんが言った自我っていうものは存在しないんだっていう、自分ってものはないんだよ、うん。要は人ってさ、なんかコロコロ意見が変わるじゃん。その時その時で意見って変わるじゃん。当たり前だよね。3年だっけ、3年間細胞全部入れ替わるんだもん。全く別の人じゃん。豚を殺す罪悪感もなく細切れ肉を食い、今の人間は負担を感じないように生きてるから鈍感になる。そこ、今の良かった、アルさん。そこ、俺ね、別に鈍感なのを否定してないのよ。そう、鈍感なので普通なんだよ。鈍感でいいんだよ別に。ただ俺は嫌だっつったの。そこなんだよ。いいね、鈍感ってすごくいいよ。そう、俺はそっち嫌だって思ったの、正直。俺別にスーパーで泣けとも思わないよ。そんなことやってたら社会回んないから。スーパーコーナーで毎日主婦号泣してて、もうそんなお前どうしたってなるぞ。新興宗教でしょってなるじゃん。それは別に求めてないの。ただ俺はスーパーで泣く男になりたいよね。精肉コーナーでふわーって、うわーなんか気持ち悪い、泣いてるって。女子高生に笑われるぐらいがちょうどいいっていうか、うん、そういうやつが多分必要なんだろうね、現代には。わかるかな、この感覚。俺でもスーパーの精肉コーナーで泣いてるおっさんいたら絶対話しかけるもん。うん、俺にちょっとその感覚を教えてっていう、うん。で、泣くことってダサいことだと思ってるけど、俺泣くことって素晴らしいことだと思ってて、なんか悲しむことができるってすごい羨ましいけどな。うん、だってそこって豚の痛みがわかるわけでしょ？すごくない？豚の痛みがわかるんだぜ。かっこいいよ。ああ。そう。もちろん喜びも悲しみもいろんなものを、だからアーティストになりたいんだろうね。うん。その、アーティストになりたいんじゃない。アートになりたいんだろうね、自分が。もう作品だよね。そういうものは求めてるよ。なんかそういう人間像みたいな。うん。やっぱり理屈をこねがちじゃん。うん。俺も特に理屈大好きだから。うん。でもね、やっぱね、理屈じゃね、体感なんか一瞬だからね。うん。その、100時間、ね、1万時間かけて読んだ本が理解できなくても、体感で一瞬だからね。うん。で、それをどう語るかが新しい書籍を生み出すわけでしょ。それが聖書なわけでしょ。自分は肉コーナー行くと、自分はブランド豚じゃなくて安い豚のコーナーにいる豚だなと思う。ちょっと悔しい。ああ、それは感受性豊かだな。おお。でも自分と豚を重ねるんだ。俺はないな。自分と豚は重ならないかな。自分の意見が尊敬してるの影響でコロコロ変わってしまう自分が嫌になる。あ、俺もね、そういう時期あったよ。ビタミンさん、すごいわかる。だから、要は、要は、あれだよ。これはね、男の子だったらわかるけど、K1 とかボクシングの試合見た日だけシャドーボクシングするって現象。もうね、これほんとわかりやすくて、K1 流行ってたんだよ、俺らの世代って。だから次の日学校の話は K1 だけになるんだよ。で、みんなシャドーボクシングやんだよ、次の日は。でもその日だけなんだよ。要はそういうことでしょ？本読んで、この人すげえ！
ってなるけど、その日だけでしょ、それでしょ、俺それでいいと思うよ、うん、そんなもんだって。要は志じゃないんだよそれは、うん、俺は想念って言って、まあこの前話したんだけど、俺夢の中でジャブしてたの、ステルチャンビン戦ってたの夢の中で、無意識だよもちろん、もう本人戦ってんのよ。でいきなり寝てた時にドンって落ちてきたの、左手がドンと起きて、おおってびっくりしたんだけど、あれ俺テルチャンピン戦ってたよな、なんで腕があれ痛えと思ったら、俺寝ながらジャブ打ってたの。 笑うだろ、これ本当だよ。寝てる間にこうやってボッてやって、腕がフッてきてドンってやって起きたんだよ。だから俺は今そういう感覚なの、だからなんつうの、思い込みが強いのよめちゃめちゃ。だから夢の中にまでボクシングのことが今出てくるっていう、うん、だからなんつうんだろう、だからそれは本物に出会ってるかどうかじゃん、うん、やっぱりその、だあとねテレビで見てるからダメなんだよ、本だからダメなんだよ、本物のかっこいいやつを本当に会ったら本気で惚れちゃうじゃん、だからそいつに会いに行かないとダメだと思うよ。だからワンピースで言うとこのシャンクスだよね、シャンクスいなかったらルフィいないから、あだからそれをワンピース見たって変わんないんだよ、シャンクスはこの世の中にいるから、自分にとっての。だからその人に、やっぱ帽子をこうやってやられないとダメなんでしょ。だから偽物だからダメなんだよ。テレビとか偽物フェイクだから。配信もフェイクだから。生で会わないとダメだよ。小さい時実家の近くで鳥を育ててる米農家がいて、そこから米も野菜も卵を買っていた。ほうほうほう。でも肉だけはスーパーで買ってて、なんか不思議に思ったし、今も肉はスーパーで買うとき不思議に思う。いや、うん、いやスーパーで買っていいんだよ別に、俺そこは否定してねえぞ、いいんだよスーパーで、いいんだよ、ただ物だから。俺がそこ疑問なのはそこなんだよ、あれ命のはずなのに物になってるんだよいつの間にか。そこがあれ物なのかっていう、俺は物だと思ってるんだよ、だから買って食ってるわけだから、植物食べ物だ、物なんだよやっぱ。そこの前の段階で物に変えないとダメだよね自分で、うん、そのなんていうの、犠牲っていう言葉とかも言葉で分かってても、その豚の断末魔とか聞かないと分かんないよねやっぱり。ブギーブギーブクッグッグッっていう、そのリアル号泣ですよ、ごめんっつって、うん、そこで初めて本物の豚と出会うわけでしょ、うん、本来だって豚を殺すってことは豚と戦わないといけないわけだから。私はスーパーで魚の死骸とか見ないようにしてる、うん、なんかでも悪いカルマがあるよねあそこは、あそこ死体コーナーだよね、うん、だからやっぱり俺は食べ物を食べる前にやっぱ舞をこう踊りたいよね、こうファーッつってファーッつってファーッつって、やっぱその命をいただくわけだから舞っちゃうぐらいセンス持ってファーッつってこう舞を踊って、この食物に祈りを捧げて舞を捧げてから食べるぐらいの男になりたいよね完全に信仰宗教だけど、それってありじゃない、なんかもう、いやー舞いますって言ってこの命のために舞いますって言って、多分豚とか締めるものを見ないようにしてるから結果的にスーパーで物になった肉を買ってるんだろうな、そういう部分を不思議に思った。でもまあ別に不思議なあ、うん、ガキの頃から不思議だったけど、うん、世の中にはだって当たり前って存在しないから、当たり前のものなんかないじゃん、だ人工物しかないわけじゃん、部屋の中に天然のものってないでしょ、空気ですらさエアコンとか空気清浄機で人工的に変えちゃうわけだから、うん、人間の欲はすごいよ、空気すらも操るんだもん、温度とかだよ、うん、見えないものまで手が伸びるわけでしょ。でもね結局突き詰めると心なんだよね、
自分の感情なんだよやっぱり。なんかそのこの生き方合ってるかって思わない？俺あったよ。俺20代の頃なんか毎日思ってたよ。これ俺の生き方なのかっていう。これ絶対間違ってるって思ってたよ。テレフォンアポインターとかいろんな仕事やったけど、どれもなんかやりがいみたいなものを見、貸し付けとかもそうだよね。うん。なんか、その、これ、今、俺生きてるって感覚があんまなかったね。で、そういうものって、その、会社が悪いとかどうこうじゃないんだよ。よくブラック企業なんだかんだとか言ってるけど、バカなんじゃないのと思うの。ブラック企業、ブラックじゃない会社なんかねえよって。思わない？俺ね、ブラック企業、ブラック企業って言ってるやつらバカだなと思って。全部ブラックだよそんなもんって、お前みたいなやつにとってはって思うでしょ。ホワイト企業の作りたかったら自分でやれよって思うの。俺はだから自分でやるっていう選択をしたのね。うん。でも別にいい企業はあると思うよ。うん。うん？そう、綺麗事の塊やろっていうか、なんだろう、なんだろう、だからもっと心を使って生きたらそうならないっていうのを分かったから、30代20代後半ぐらいから分かったのかな。あ、心だなと思って。要は本気で遊んでなかったんだって。要は仕事を遊びに変えられなかったんだよ。真面目にやらなきゃってなってたの。遊びじゃんと思って。うん、労働者となり変な会社入っちゃう人はブラック人間。うん、プレミアムフライデーってなんだっけ？ソフトバンクが始めたやつだっけ？なんだっけ？プレミアムフライデーって。いや、なんかね、なんつうんだろうな。ていうか、働いてても、輝かしい未来なんかねえよ。労働階級に。経営者はあるよ。経営者はあるよ。でも、俺は労働階級にはあんまりないと思ってる。あるんだろうけど。でも、どっか心のしこりみたいなの残るだろうね。うん、月末の日曜日だけ午後3時で会社終わりにして遊びましょうみたいな。あー、いやまあ別に否定はしないけど、否定はしないけど、いやエブリデイがプレミアムでいいんじゃないの。プレミアムエブリデイだから俺はなんかフライデーとかないし、うん、プレミアムエブリデイだよ。やりたければやりなければやる、それだけ。うん、自宅警備員だから最高だよね。ただ家守ったけど俺、3年間ぐらい。必死でこの家守ったけど、国の金で。何もなかったよね、そこには。うん、感動もなければ、戦いもないわけだから。うん、でしょ？やっぱ戦わないとダメだよね。うん、達成感がないんだよ。そう、平和の良さっていうのはさ、平和が永遠と続いたら物足りないだけじゃん。戦いから勝ち取った平和っていうのはさ、価値があるじゃん。だからね、やっぱね、戦わないといけないんだよ。俺はだから、その、なんだ、価値観と戦ってるのね。本物、本物、その時代その時代によって本物って変わると思うの。本質とかって。そう。だから俺は日本人として生まれて、特にその1985年っていうさ、俺みたいなクズいっぱいいるじゃん。鮫島さん、ティロフィナーレ香川、石川紀之とか、野田造理とか、関慎吾とか、クズばっかりでしょ。でも俺らの中にも戦いがあるんだよ。でも俺ら戦ってると思うよ。このクズたちは。この喜ばしきクズどもは。うん、当たり年ですよ。クズの当たり年。ワインで言ったら、ワインで言ったらさ、もうすごい年だよ。今年のブドウやべえぞつって。クズがたくさんできたよって。ニートって親が死んで餓死した人いたけど、ブレない。かっこいいと思った。ニートで親が死んで餓死した。ああ、いいね、うん。働くぐらいだったら死んでやる。かっこいいな。そこまでプライド持ってニートやってるとかっこいいな。うん、働くぐらいだったら死を選ぶっていうのはすげえな、うん、ロマンを感じるよね。
高谷さんこんばんは。すげえな。なかなかできないことだよ。うん。なんかね、社会が回らないとか社会のせいにしてるだけで、なんか自分のやりだ自分の人生に責任取れるのって自分だけじゃん。ぶっちゃけた話、親も家族も優しくはしてくれるかもしれないけど、恋人も自分の人生を満足、死ぬ時に満足させるのって自分なんだよ。でしょ。だから自分の人生を決めるのは自分じゃん。だからもっとわがままになっていいのかなと思うよ、ちょっとだけ。うん。絵描きたいんだったら絵描けばいいじゃんって、歌歌いたいなら歌えばいいじゃんって。でそれが自分がブワーってもうニルバーナになるぐらいまで突き詰めて絵を描いたりとか歌を歌い切った時に、初めてなんか世の人があなたの歌で人生救われたとかになったらビジネスが成立するんだよ。100人のファンとか1000人のファンがいたらビジネスで成立するんだよ。はい、ワード2、エビセンさん、バカありがとう。アイテムありがとう。だから、そう、突き詰めればいいだけじゃんっていう。突き詰めるまでやってないってことは好きじゃないんだよ。本当に好きなことってやめらんないから。それが俺にとっての配信ね。うん、で、いろんな人がいて、絵描きの人もそうだと思うし、なんだかんだ言ってやめられなかった人だと思うよ。音楽にしろ。で、なんか女にモテたいとか、金が欲しいとか、くだらない理由のやつがやめてくんだよ。うん。で、効率がいいものを探してサラリーマンになるわけよ。楽して稼ぎたいだけなんだよ。だから俺は、物とか金にはコミットしないの。うん。物とか金でコミットして成功した人間見たことないんだわ。それがまあ感覚かな。うん。風船ありがとう、銀猫さん。なんかだから和道リスナーの中でそういう仲間たちがいっぱいできてったら面白いよね。うん、俺絵描けんだよねみたいな、俺の絵最高だぜっつって、うん、俺には配信があるけど、ここにいる人たちにそれぞれ武器があったら世界変えられるからね。みんなやりたいことやってたら、うん、でもその代わりやりたいことが決まったら努力はしないと、努力なんて当たり前だから、うん、それが人の役に立つものを作っていかないといけないとは思うけどね。ニーズがなかったら死ぬだけだから、うん、だから怖いよね。配信で食えなくなったらどうしようっていう。今ね、食わせてもらってるけどさ、配信なんかね、やばいぜ。ほんと怖いぜ、うん、あー今日の売り上げどうしようとかあるじゃん。でもね、突き詰めるってなら、いいオーラが出てるところに金は絶対集まる。楽しんでるとかハッピーとか本質ついてれば絶対に金は勝手に集まると思ってる。金ってね、信用なんだよ。金ってサービスなんだよ、究極の。もうね、人間って喜びとか本質的な価値とかそういうものに対する欲求ってあるから、そこにブレてなければ、ストライク入ってれば絶対大丈夫だと思ってる。それはまあダメだったら才能なかったってことで。ハイスキルさんいらっしゃい。傾聴に値するご意見。いや、大したことないと思うよ、別に。普通なことを言ってるだけだと思う。うん。でもね、これを3年前言ってたら、何言ってたって言ったらさ、アクティブ20でアンチだらけの時に言ってたら、今ではさ、いやー、傾聴に値するご意見とか、同感できるよ、ワードって言ってもらえてんのは、あくまで100人のリスナーがいるからなんですよ。これをね、10人のリスナーとかアンチに話してたら、バカって言われてたんだよ。俺は3年前同じこと言ってたら、バカだって言われてた。だから、結果の大事さよ。稼ぐことの大事さ。ね、人、ファンを集める大事さってこういうことなんだよ。俺は雑談で食ってきたい。俺はもともと、雑談じゃなくてもよかったの。ただ雑談を選んだのは、俺はね、ストーリーテイラーっていう仕事があるんですよ。アメリカには。
要はバーとかで飲み屋でステージに上がって、ただ自分の人生とかを語るの。今日のテーマは何々ですって言って客の前で2時間雑談をするの。これが仕事として成り立ってんの、完全に。いや、流しのトークバージョンみたいな。で、トークで食って食ってすごいかっこよくて、フリートークで食ってくかっこよさっていうのは憧れがあったの。漫才でもダメなんだよ、作られたものじゃなくて、そのフリーが良かったの俺は。そのパッと出てバーとか行ったりしてパッと稼ぐって。で、そのトークで稼ぐって、じゃあどうしようって考えてた時に YouTube か配信かって最終的に選択肢が2つになった時に配信を選んだの俺は。生放送の方、マイペースを自らハイペースに格好する。俺ハイペースじゃないよ、めちゃめちゃマイペースだよ俺。全然ハイペースに生きてる気はしない、うん、全然マイペースっていうよりも自分のペースって絶対あって、俺ね、その良くないなって感じるのは人と比べることなの。あのね、例えばさっき同い年で春日がいるとか石川紀之がいるとか、いろんな同い年、同じ31年間を生きてきてるのは圧倒的な差があると。だけど上見てもキリないわけよ、あいつらすごいんだよ。俺は確実にすごいと思ってんの、同世代として。でもぶっちゃけた話、31歳で名もない配信者なんか腐るほどいるわけよ。下を見てもキリがないの。だから俺は上とか下を見るのをやめて自分のゴールを見つけて前に進むことを決めたの。彼らと俺らは同じジャンルでいるけど比べる対象じゃないんだっていう。だって生き方が違うんだもん、配信始めた理由も違うんだもん。だから俺は上も下も見ない、そんな関係ないの、どうでもいいの。自分がこうなりたい、だから誰々と比べて1億円稼ぎたいとか100万円稼ぎたいじゃなくて、俺は今100万必要だから俺のゴールに向かって前に進んでるだけなのよ。そこがね、なかなか伝わんないんだよね、旗から見ると。みどりさんとかの大手雑談聞いてたけど、プレミア解約して和道さんオンリーになりました。お、ありがとうございます、アルさん。今回のもろもろの目標はハイペースではない。あ、俺ね、今回の100万はハイペースなのは理由がある。あのね、っていうのも先月、目標達成初めてできなかったの。30万っていう目標があったんだけど、あのね、ちょっと難しいところなんだけど、まあ、25万だったのよ、ふわっちの収入は。だけど、別の支援があったのよ。だけど俺それをカウントに入れるのが嫌だったの。だからカウント外にしたの。だから達成してるとも言えるし、達成してないとも言えるの。で、もっと悔しかったのが、毎月300人リスナーが増えてたのが、今月250人でストップかかっちゃったの。で、すべての原因は、ボクシングなんですよ。要はつまらない配信やってんの、閲覧あってても稼げない配信。だから今日ちょっとネタっぽくしてみたの。稼げる配信っていうのを試してみようと思って、3月1日だから。ボクシングやりながらでも稼げるんだっていうこと、やろうと思えばできるんだっていうことをやったんだけど、ちょっとなっていうのもあって、いろいろそこは試行錯誤してんのね。で、なんで100万っていう、要は単価を切ったわけですよ。これはね、俺思ったの。俺は先月30万っていう上限を引いたから30万以下しかありえなかったの。自分が30って決めたら30以下なんだよ。アイラとか決めてないの。金梅さんとかも決めてないの。他のやつも決めてないの。俺は決めるっていうスタイルが好きだから、だったら限界突破してやるって感じなの。2個も3個も4個も上行ってやるっていう。だから今月30万ってやったら多分達成できるよ。俺30は取れると思うの、実力的に。でもそんなのは普段の階段登ってるペースが同じなだけなのよ。そうじゃなくて配信者としてバーンって行きたいのよ。もう俺もそっち行くぜっていう。もうそろそろいいよなって、俺は自分のこと許すよって。もういいよなって、求めてるところ行こうぜっていう。俺はだからその自分の和道っていう存在をこうプッシュしてる感じ。ちょっと無理してるよなって、よし行けって感じ。背伸びって感じ。そういう感覚ね。だからハイペースかどうかは分かんないけど、俺は100万円って言ったからには100万円目指すよ。取れるか取れないかじゃなくて100万円に走る。そんな感じ。いいこと言いますね、和道さん。ありがとう、フレイバー。なんだ、玉石本校の配信者の中にキラリと光る、傾聴に値する人生哲学。いやいやいや、切り替えた瞬間、リスナー分かりませんでした。私。え？
これはとてもくだらないことですけど、株で稼いで一般庶民を見下したいという夢があります。でも自分がそこの位置になればくだらないと感じるだろうけど、今はその欲求、誰を見下したいの。誰を見下したいの俺なんだろう、稼ぎたいでいいんじゃないっていう、それって欲が入っ、なんか雑念っていうのかな、よ、稼ぎたいは欲だからいいと思うの、ストレートだから突き詰めればいいと思うの、稼ぎてんだよ俺って、それ稼げると思うんだけど、誰かを見下したいっていうのは雑念なんじゃないの。稼げばいいじゃん、誰も見下さないで、別に稼ぐことだけ考えた方がいいと思うよ、稼げると思うよ。もう見下す必要なんてなくないだから上も下も見てもキリないよ。100万取りたいなら120万目指さないと達成できないよ。そう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 、そういう感じで、ちょっと俺は今の自分っていうのをちょっとそろそろふわっちでもういい、もう2つぐらい行きたいのよ。ワドをやったよって、ワド100取ったよって、快挙だよっていう感動を作りたいの、みんなと一緒に。罪を憎、罪を惜しみます、なんつうんだろうな、下なんか見てもキリないじゃん、上も見ても。花火行くといくつ1万、花火は1万円はね、20発で1万円です。銀猫さん花火ありがとう。20発で1万円です。だから20発を1万円だから、20発は2000発か、花火2000発か、すげえな、花火2000発か。バーガーありがとう。ごめんよいしょ。レギュラゴンさんバーガーありがとう。人により勝ちたい、だって人と比べても意味ねえぞ。それよりも昨日の自分に勝つことの方が難しいと思うよ。あのね、人と比べても結局ね負けるんだよ。要はね、トーナメント制なの、資本主義って。とんでもない才能のあるやつと戦うんだよ。さっき言ったじゃん、俺はパワーあるやつ5万といる、スピードあるやつ5万とあるやつ、センスあるやつ5万といる、金稼ぎ上手いやつ5万といるんだよ。そこと勝負してもいずれ本物にぶつかって負けるよ。あのトーナメント制ってピラミッド制だから、どういう理屈かっていうと、敗者、一番上に立つのはたった一人で全員敗者なんだよ。わかる？そうじゃなくて自分の道見つけた方がいいよ。誰とも比べないで、自分が最高にかっこいいと思う自分になりなよ。そう、パイの奪い合いっていうのは蹴落とし合いだから、結局戦争なんだよ、戦いなんだよ。そんなことよりも自分と戦いなよって思っちゃうけど、どうなんだろう。2000発で、2000発で100万いきます。100発、え、ちょっと待って、1000発で50万、1000発で50、合ってる？2000発で合ってる？2000発で合ってます？俺がアイラより稼ぐなら、お、頑張れよとか、ちょっと難しいけど頑張れよって、可能性はある人間ならって言いたくなるけど、俺が、俺アイラよりイケメンになるからって言った時に、お前死にてえのかっていう、お前ど、鏡見ろって話になるじゃん。俺そういうことだと思うんだよ。自分なりの勝ち方ってあると思うけどな。俺はだから金がなくてもあっても最高にかっこいい自分っていうのを想像してた。だから、生活保護でも彼女ができる。生活保護でもやりたいことができる。生活保護なのに配信で生活保護抜けたら初月47万円の収入を取るとか。俺先月まで生活保護だったの。13万円の収入だったの。生活保護抜けて47万なんだよ。合ってる？花火。花火カウントにしようか、じゃあ。100万円っていうより。だから、俺はビタミンしかできない生き方ってあると思うんだよ。ビタミンの最高にかっこいい自分。優しいとかさ。なんか、金も稼いでる。だけど、こういう時最高に優しいとかさ。金なんてさ、やろうと思ったら誰でも稼げるんだよ。そういうのかっこいいじゃん。それが自分らしさっていうか。だから金なんか数字のゲームなんだから、切りねえぞ、追いかけても。お前500兆円とか持っても使い道ねえぞ。ないでしょ？だったら好きな人に投資しなよ。どんどん俺に花火を打ち上げちゃいなよって思うの。そう。
だって500円で俺の夢買えるわけだから。でしょ？だってさ、2000発だよ。ここに今100人いて、100人見てるわけじゃん。この人たちが1人20発。100人が1万円今投げたら終わるんだよ。俺の人生がひっくり返るんだよ。すごくない？そう考えると。1万円って高いけど、無理ではないじゃん。みんな持ってるじゃん、日本人なら。うん。いや、いいのよ。稼ぐことはいいの、ビタミンが。だけど、見下したいっていうのは誰かと比べてるから苦しくなるぜって思ったんだよ。うん、ベギラゴンさん。参考にじゃないんだよ。俺と比べてもアウトだから。要は、和道に勝ちたいとか、和道が言ったからこうだって、俺に縛られちゃうの。俺にすら縛られてもダメなんだよ。もう、ビタミンが徹底的に自分のかっこいい自分を考えるんだよ。ビタミンが俺、和道にも縛られない。誰にも縛られない。うん、それでいいんだよ、うん。で、自分のファンをつけていけなよ。ビタミンの。俺、ビタミン大好きだわ、つって。困ったら言って、みたいな。うん、それでいいじゃん。見下すよりも応援してくれる仲間がいる方がかっこいいよ。和道さんが金になるかバーチャル株、バーチャル株っていうか、もう本当に難しいなって思うのは、その例えば今100人が1万円投げたら100万円じゃんって言ったけど、それがいかに難しいか分かってるのよ。俺は口では簡単でしょって言ってるけど、俺はその本質の難しさを分かってるのよ。だからアイラの700万の凄さって、アイラって3人だから、3人で700万だから。そう。実際は数字通りにはいかないのよ。本当に和道のこと好きだわっていう人しか花火投げねえんだわ。で、余裕のある人ね、なおかつ。そうなると、この100人、116人の中で、お小遣いに余裕があって、さらに和道好きだわっていう、その2つの条件を揃えないといけないのって、ロイヤルストレートフラッシュですよ。花火一発上がるのは確変ですから。うん。そう。だから、その、見返したいって気持ちは大事だと思うんだけど、それって負のオーラなのね。やっぱダークフォースっていうのかな。やっぱね、恨みを晴らすとかって、恨みを生むんだよ。自分のパワーの使い方を間違えちゃダメだよ。うん。だってさ、ぶっちゃけた話、花火送っても得はないよ。得はない。でしょ？俺が豊かになるだけじゃん。でしょ？ないでしょ？だけど、俺はこの金を使って事業をやったりとか、新しいサービスを生みたいのよ。世の中、俺が良くなると思う風に使いたいの。うん、もちろんあれだよ。飯食ったりとかするよ。うん、それで旅をさせてもらうわけだけど。だけど、俺に投資をしてくれたら、金銭的なメリットはリスナーさんにはないかもしれないけど、新しいネタができるんだよ。要は、旅ってこういうもんだぜっていうのを投下できていけるじゃん。これっていいことだと思うよ。その信用できるならね、俺のことが。その、他の旅配信者に500円払うのと、和道に500円払うの、どっちが有効な話が聞けるのかっていうのはリスナーさんが判断することだから、俺は強制できないけど。だから、その自分の魅力を上げていくために頑張るしかないよね。だから、その最近やってるのは、YouTube に動画残してるんだけど、最後、番組の記念として、花火をしてくれた人を最後読み上げようと思ってるの。今回花火してくれた人は誰々です。そうやって永遠に残るから、YouTube の動画に。うまくいったら100年残るんだよ。ああ、この小手半の人が和道の放送を支えてたんだっていうのが残るじゃん。一緒に作ってる感じがするじゃん。スポンサーだよね、本当に。俺の谷町だよ。NHK に喧嘩売ってる？え？どういうこと？お金かけてアイテムタイムする配信者は稼いでる気がする。音楽かけて。ああ、それはね、大事だよ。あとね、酔っ払う時間帯にやってる。要は帰ってきて、キャバクラとか帰りの金持ちたちがウェーイってなってる時にガンガン音楽かけてテンション上げてバンバンやるっていう。それはね、鉄板だね。アゲアゲのテンションでね、爆音でね。そう。
酔っ払ってる時間帯が一番花火上がる。これはね、結構あの配信者、稼いでる配信者の中であるあるなんだよ。この時間帯だよねっつって、全員みんな酔ってるよねって。やっぱでもそういう人間の深層心理みたいなの大事だよ。うん、極端な話、旗から見たら分かんないじゃん。花火ありがとうとか言ってても何が面白いんだこの放送って感じじゃん。だけど実はね、テクニカルなんだよ、すごい、うん、すごいみんな考えてるんだよ。え、ちょっと待って、アイラ1日で100万稼いの？え、俺の1ヶ月の目標こいつ1日で稼いだの？え、引くわ本当に。マジかよ。え、アイラ昨日100万引くわ。なんだこいつ、デイリーで100万いってる、バケモンだろ。すげえな。酒別にね、飲んでたけど、うん、他人と比べるの悪い悪い。いや、でもちょっとショック受けた。俺の今限界の限界を2個超えたいとか3歩超えたいって言ってるのをたった1日でひっくり返されるんだと思って。上には上がいるな。うん、運営が動いてても100万入るのは事実だからね。100万4人いるからね。いや見るなって、そこクソーとかじゃないけど、まちょっと上パッて上見たらさえーみたいな、とんでもなく上に行ったから飛んでると思って、うん、クリシュナムルティ、あークリシュナムルティ読んでないんだよね俺。クリシュナダンテスサイズが、うん、そんなに稼げるんすか。まあ稼いでる人、昨日だけで100万稼いだの 1,2,3 4人いますね。で50万が1人、すげえな。昨日1日だけで400、500万近く売り上げてんだ、ふわっち。すげえ、ウハウハだよな。ふわっちが潰れるとか言ってるやつ、頭おかしいよね。1日で500万稼ぐ配信サイトなんかねえぞ。やば。アイラ、先月600か。ふわっちの運営が花火投げてて、放送主にもお金返させてるんじゃないか。いや、仮になんだけど、俺会っても文句言わないんだけど、どう思う？いや、別に会ってもよくない？現金変えられるよ。あ、先月120万なんだ。へえ、すごいね。へえ。あ、関慎吾そんな言ってるんだ。ふわっちの収入？俺の倍かよ。すげえな。倍じゃねえか。え、言ってないじゃん。37万だからこれ32万ぐらいだよ。セクシーもそんな言ってないわ。あ、ヨシエさんがあるのか、96万。ヨシエさんじゃん、稼いだの。あ、親子でか。セクシーもだって37万だったもん、今見たら。そういうことか。でもすごいよね。YouTube の方が稼げると思うよ。ただ、トップ YouTuber だけだから、億稼いでるのとか。うん、もう、YouTuber は俺2万ぐらいなのね。アウトローアプリとしては何でもあり。アウトローアプリ、うん、まあでも、ヨシエさんをあそこで投入したっていうのは抜群のセンスだよな。仕事しなくても余裕ですね。仕事はしてるけどね。あの、3月末で辞める。うん、怖いよ。ギリギリだよ。はじめ社長すごいよね。まあ、1億いってるだろうね。水にはそんな稼いでんだ。すごいね。へぇ。YouTuber に専念した方がいいんじゃないの？水には。どうなんだろう。それでも配信者辞めないよね。チェキシンゴがあなたのこと三流配信者って言ってますよ。うん、いいんじゃん、別に。セキシン、例えばなんだけど、例えばそうだな、川崎洋平に言われたら腹が立つ。サノッチとか川崎洋平とか闇将軍には言われたくない。ワンワンとかあの辺に言われたらイラッとくるけど、まあ、セキシンゴが俺の名前出したっていう話を聞いて、わあ、俺もそこまで来たなって感じ。要は
あの3年前とかだったら関慎吾って俺の名前を呼びすらもしなかったんだよ。でしょ？だけど三流としてランクインし始めてるの。俺にとっては3年前からしたら進歩だから、そのうち二流って言い始めて、まああと何年かしたら、あ、和道頑張ってるよって言ってくれんじゃないのって、うん、だからまあ三流でも名前が上がったっていうのは嬉しいね俺は、うん、感謝します。あんだけアクティブあるところで和道って言ってくれるわけじゃん。名前なんて呼ばれなかったよ俺3年前。誰だよおいクソガキがよとか言われてたよ。おめえなんて知らねえバカ野郎ってそうそうそう、うん、だからまあまあだってさ稼いでるもん。お調子に乗ってる？いいんじゃん。120稼いで調子に乗らせてあげなよ。YouTube って見てる人が子供多いって言うけどね、どうなんだろう。実際多いです。うん。そのね、YouTube ってデータが見れるんだよ。あの、アナリティクスっていうのがあって、その、何歳、男女比、国別とか全部見れるの。要はスマホで見てるの、スマホの端末は何なのかとか全部見れるのね。だから、その、年齢層、自分の層ってあるんだけど、俺はね、俺は、2、3、40代が多いの。で、30代とか40代が一番多い、太い層なのね。うん。だから YouTube 見るとね、データ、年齢とか全部わかるよ。そんなに稼げるの？まあ、稼いでる人は全然いるよ。昨日だけで100万以上稼いだの4人、50万が1人だって。うん。うん、周りの3歳の子もヒカキンとか見てる。まあだから、まあ本人しかわからないけどね。そのデータの画面を見れるの本人だけだから。うん、だってさ、こんな配信3歳が見ても面白くねえじゃん。女子高生とか絶対見ないじゃん。もうさ、絶対さ、酒飲みながらさ、ああ、ワド、いいこと言うな、つって。もうさ、40、50代のおっさんたちとかさ、主婦とかが、ああ、そうだ、ワド。人生ってのはそういうもんだっつってコメント打ってんだから。そうだろ？いいぞ若いの頑張れよっつって、俺は和道に期待してるっつって酒飲んでんだから。でろ？そうじゃないの？そういうもんだと思ってるけど、この放送って。うん。投げる囲いの若い子って何考えてる？やっぱりホスト感覚なんじゃないかな？俺そういう部分あると思うよ。ホストクラブみたいな。ケビーケビ、うん。俺はなんか年齢上の層に可愛がられた方が得だなとか思ってて、うん、若い子を相手にするのあんま得意じゃないね。社会に貢献してくださいね。稼いで社会貢献しない人は一瞬で死にますから気をつけてくださいね。社会貢献って何？アキさんの社会貢献って何なのか分かんなくて、俺は順番が逆で、社会貢献したやつが稼ぐと思ってるの。逆？社会貢献してるから稼げると思ってんの。稼いだから社会貢献するって順番逆だと思うんだけど。だから社会の役に立ってね、ニーズがあるからお金が集まるわけじゃん。だから稼げるやつっていうのはすでに社会貢献してるやつだと思うんだけど、どうなんだろう。アホっすなんだ。俺はそう考えるけどな。何が目的かわからない囲いさん。なんだろうね。人によるんじゃないかな。うん。だからアイテムくれてる人いるから、その人たちに聞いてみれば、なんで和道にアイテムするのって。質問したらいるじゃん、ここに。うん。花火くれる人いっぱいいるんだから。配信者って前髪交代してる人多いですね。違うよ。前髪交代してるやつの方が面白いんだよ。だろ？前髪ふさふさのやつ見て面白いか？前髪が後ろに行ってれば行ってるほど面白いんだよ。そういうもんなんだよ、配信って。だろ？武器だよ、武器。毛髪の少なさが武器だから。アンハゲとか凄まじいよね、やっぱね。俺の閲覧3倍はあるけど、おでこの広さも3倍あるからね。だから前髪に比例するんじゃないの、やっぱり。面白さは。ヒカキン、セクシンゴ、ワド、有名でイケメンな配信者の前髪交代率。ヒカキン、イケメンで有名なの俺。
そうなの？俺初めて聞いたんだけど。セクシンゴがイケメンっていうのも俺初めて聞いたし、ヒカキンがイケメンっていうのも初めて聞いたんだけど。完全に嫌味でしょ、それ。完全に嫌味だよ、完全に。ワドンさん、配信者ではイケメン、ヨッサンとかが普通。え、俺ヨッサンとかイナコウとかずるいって思うけどね。あんなん天然配信者もうね、ずるいよ。うん、あんなん美味しいじゃん。イナコウとかもうずるいって思った。イナコウにはくる嫉妬したね。嫉妬で狂ったね。俺はイナコウになりたいと思ったもん。あんなんずるいよ。大手になるに決まってるじゃん。羨ましいよ。ビジュアルは崩していかないといけないからね、配信者たるもの。売れたければ崩せ。配信始めた頃パーマかけてた。ああ、かけてたね、パーマ。あれもしかもあのなんだっけ、金なかったからあれですよ、あのカットモデルっていうのあるじゃん、タダで髪切ってくれるやつ。おしゃれしたいからカットモデルでパーマかけて練習していいですかっていうか、いいよっつって。石川野田恭一郎、よっさん、稲子、パルパル、便所太郎、売れたければ太れ。あー、デブの法則か。うん、ちなみに俺プリプリの精子。あ、プリプリの精子だったんだ、久しぶりじゃん。ビタミンよりも俺プリプリの精子の方が好きなんだけど。あれはナイスコテハンだよ。あれはいいコテハンだったのに捨てたんだ、もったいないね。プリプリの精子は好きだったけどね。センスの塊だったのにな。コテハン変えるっていうのは俺にとっては人格別の人になっちゃうってことだからね。整形に近いよね、うん、サムネ変えた。サムネ変えるのは整形だよ俺にとっては。誰だっけみたいな。いや、閲覧に縛られてるのは配信者じゃないよ。うん、あの最高のパフォーマンスができたかできてないかをやっぱ競うべきなんだよ配信は。自分がこういうことやって受け狙って当たったらいいんだよ。おい、ゴルゴー、バーガープレゼントありがとう。ゴルゴありがとう。それでいいと思うよ。でも俺、謎なのはさ、ふわっちってさ、すごいシビアだよね。俺、ふわっちって女の子、美人な女の子、キャストか受けるじゃん。ニコ生でも、オタク受けする女の子は受けるじゃん。萌え系っていうの。ふわっちはさ、おっさんばっかりだよね。なんか、なんつうの？大丈夫かっていうのが上位にいるじゃん。なんかね、ふわっちの、この、なんか、女の子にシビアなところ結構好きなんだよ。女の子に冷たいところっていうか、おっさん好きが多いっていうさ、このノリが結構好きだよ。ふわっちは本当いろんなものをぶっ壊したよな。本当楽しみだよこのサイトの今後が。
ふわっちはいいぜ。ふわっちは FX 系、なんか急にね、2、3ヶ月前から FX 急に伸びたよね。俺もそれ思う。FX は急に伸びてる気がする。じゃあそろそろお別れしましょう。皆さんありがとうございました。本日の放送終わりにしたいと思います。最後にね、花火をしてくれた人、スポンサーさんを紹介して終わりたいと思います。花火2発上がりました。銀猫さん2発。銀猫さんありがとう。バーガーくれた人、ゴルゴさん、ベギラゴンさん、エビセンさん、アンニンさん、黒忍者さん、黒忍者さん、ゴルゴさん、バタフライテールさんありがとう。風船くれた人紹介します。銀猫さん、バタフライテールさん、アンニンさん、ニャメリさん。ヒカルさん、エミさん、カエルさん、ゴルゴさん、エミさん、ユメさん、メロンさん、ありがとうみんな。青汁お疲れー。じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。また明日頑張ります。お疲れー。あ、フォローしてね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。